ウィリアム・パーキン、ウィリアム・ヘンリー・パーキン、サー、ウィリアム・ヘンリー・パーキン、1838年3月12日から1907年7月14日は、イギリスの科学者で18歳で発見したアニリン染料やモーブ染料の発明者として、広く知られている。ウィリアム・ヘンリー・パーキンは、ロンドンのイーストエンドに、7人兄弟の末弟として、生まれた。 彼の父は成功した大工であり、彼の母のサラはスコットランドの出身で、子供時代にロンドンに移住んだ。ジェームズ・クックやジェーン・ランドルフ、トーマス・ジェファーソンの母や、ジョン・ウェス・レイに、ゆかりのある、で彼は洗礼を受けた。彼はの私立学校に通い、才能豊かな学生であった。1853年には15歳にして早くも、パーキンは、 ロンドンの王立科学大学、ロイヤルカレッジ・オブ・ケミストリー、今日のインペリアルカレッジ・ロンドンの一部に入り、巧妙なアウグスト・ビルヘルム・ホン・ホフマンの下で学んだ。当時の科学は極初期の段階であった。原子論は受け入れられ、主要な元素も発見されていた。多くの化合物の元素素成比を分析する技術は存在していた。とはいえ、 化合物中の原子の構成を決定することは当時としては難しい技術であった。当時、キニーネはマラリアの治療薬として多くの需要のある高価な天然物であり、ホフマンはキニーネを合成する方法論について論文を発表していた。パーキンはホフマンの助手の一員として成功に至るまでの一連の実験に従事した。 1856年のイースター休暇でホフマンが故郷のドイツに帰郷している間にパーキンはロンドン東部の通りのアパート最上階の自宅にある粗末な実験室でさらなる実験を試みていた。ここで彼の重要な発見がなされた。それは混合物中アニリンの一部が化学変換されてアルコールが濃い紫色を呈したのであった。パーキンは 絵画や写真に興味があったので、すぐさまこの結果に強く惹かれた。そして、彼の友人のアーサー・チャーチ、トーマス・チャーチ兄弟と共に、さらなる実験を試みた。任命されたキニーネの研究からの逸脱のため、これらの実験はホフマンには秘密にされた。彼の家のあった、ケーブル通りとセント・ディビット工事の角には、ブループラーク、悲鳴が設置されていい。 研究成果に自信を得た彼らは、この発見の大量生産と染料としての商品化に着手した。早期の研究ではこの染料は機能を染め上げて、洗濯や光に安定であることを示唆していた。彼らは、スコットランドで染色業をしているパースにサンプルを送った。そうすると、会社の総支配人のロバート・プラーから驚くべき返事が返された。 パーキンは1856年8月に特許を取得したが、その時はまだ18歳であった。当時は衣服を染色する染料はすべて天然物より抽出されていた。それゆえ染料の多くは高価であり、労働集約的な生産方法であった。特に染料には安定性と迅速性が求められていた。紫色は 古代においては後期と名声の象徴であり、ある種の巻貝の粘液線から得られるチリアンパープルは特に高価で入手困難に占領であった。それらの生産過程は変わりやすくてまであったので、パーキンとチャーチ兄弟はこの発見は商業的成功をもたらすと見抜いていた。パーキンの発見は時といい場所といい、これ以上ない好条件に恵まれていた。イギリスは 産業革命の発祥地であり、織物の生産の進歩は著しかった。そして科学という学問は、工業生産に大きな影響を与えるという点で顕著であった。彼の染料の原料となる、コールタールは、石炭から石炭ガスを生産する際の廃棄物であった。染料の発見は、資本化を没効させ、大量かつ安価に製造され、麺にも適用され、 商業染色会社に歓迎され、何よりも大衆の需要を喪失した。パーキンは多方面において活動的であった。一連の活動のさなかで、彼は大量の資本を得、チャーチ兄弟は工場を建てた。彼は、木綿の焙煎剤を発明し、その技術、サービスを操作できる第一人者となり、それを市場に公開した。彼は後に、 ナポレオン三世のウジェニー皇后やビクトリア女王が採用した色やハンガリー式のクリノリンやフープスカートに採用された。勤勉な労働と少しの運がいずれの場合も落ち着くべきところにはまるようになり彼は不合になった。パーキンの業績において真に偉大なところは科学と一般日常のビジネスと消費とが共存する点をついていることにある。実際にそれは広く普及した。 そして他の科学者の場合以上に、彼らは裕福となった。当時の科学者はほとんど学府に閉じこもっていた。彼らは18歳にできること以上の映画を実現した。その影響により、無数のアニリン染料が生まれ、数多くの色調の染料が生まれた。それらのうちのいくつかが、パーキン自身によるものである。そして彼らに関連のある工場は、広く、ヨーロッパ中に広がった。 そして、織物と染料による国家間の商業競争が勃発した。ウィリアム・パーキンは、後年においても有機化学において活発な研究を継続した。彼が発見し、商品化した合成染料には、ブリタニア・バイオレットやパーキン、エスグリーンなどがある。後に彼は、合成香料で、警視さんからクマリン合成法を発見した。その反応は後に、 パーキン反応として知られることになる。民間伝承では、の皮物色は、パーキン染料工場の日々の仕事に依存して変化、したと言い伝えられている。1869年にはパーキンは、アリザリンの商業生産方法を確立したが、それはアントラセンから得られる、植物の赤根染料よりも鮮やかな赤の染料である。しかし、ドイツの科学会社バスフは、 彼よりもわずか1日早く同じ製法の特許を取得していた。2から3年後パーキンは彼の研究と開発の成果がドイツの科学産業に侵食されるのを目の当たりにする。そして1874年すでに大富豪になっていた彼は工場を売却してビジネスより手を引いた。パーキンは生前に多くの名誉を受けた。パーキンメダルは1906年に モーブ発見50周年を記念して創立され、訪米していたパーキンが第1号の受賞者となった。今日では、アメリカ工業科学の最高の賞として、広く知られている。そして、科学工業協会のアメリカ部会が、毎年多くの啓発された才能豊かな科学者を、表彰している。1879年には、王立協会のフェローに選出され、ロイヤルメダルを受賞。 1906年にナイトの称号を授与された。1907年、パーキンは中水炎に併発した肺炎のため、この世を去った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。